ファンサポーターの皆さん、今シーズンも多くのご声援ありがとうございました。今シーズンは皆さんのご期待に沿うことができず悔しいシーズンとなりましたが、皆さんのたくさんの応援のおかげで最後まで戦い抜くことができました。本当にありがとうございました。皆さんこんにちは、安藤梢です。今シーズンは7年半ぶりにドイツから戻ってきて、また浦和レッズレディースとして赤いユニフォームを着てプレーできてとても幸せでした。あと特に思い出に残っているのは駒場でゴールができたのがすごい嬉しかったです。今シーズンは優勝できずに残念な結果でしたが、皆さんと一緒に戦えてサッカー選手として幸せでした。今シーズンも応援ありがとうございました。ファンサポーターの皆さん、浦和レッズレディースを応援してくださる関係者の皆さん、2017年シーズンも応援ありがとうございました。チームではリーグ戦3位、カップ戦準優勝、皇后杯準決勝で敗退してしまい、とても悔しい結果で終わってしまいましたが、私自身今シーズン移籍してきて1年目ということですが、得点も取れて、充実した1年になりました。でもまだまだ成長しなきゃいけないと思いますので、来シーズンはしっかりチームでタイトル獲得と、個人的にはフォワードなのでしっかり得点を取れるように頑張りたいと思います。2018年シーズンも応援よろしくお願いします。